next battle. Round one.今みんな戻ってますよね。謎にパソコンがブルースクリーンになって再起動した。原因は分かった。すいません、原因じゃねえよ。俺は普通のプレイヤーだよ。あのね、そうなんですよ、ちょっと使ってる機材の相性が悪いみたいで、あることをするとブルースクリーン行っちゃうんですよね。今ちょっとそのそれになった原因が分かった。ラウンド2ファイト。いや、僕は店員じゃないです。Perfect. Round three. Fight. Perfect. Round four. Fight. ダンイじゃねえんだよ。鉄拳は何だってもいいだろ。なんでいきなり切れてんだよな、俺。パソコンのスペック高いですよ。あのプロプロアのために先月買いました。というよりあの家から僕半年間デスクトップを毎日持ってきてたんですけど、秋葉原に車で。あれどこ行った、パンチ。俺100円あるのに。まあ100円俺が代わりに入れときます。パンチはいないけど、勝手にリベンジマッチです。あ、戻ってきた。俺の目の黒いうちはすいません、両替が間に合いませんでしたなんてセリフは吐かせねえんだよ。ラウンド1ファイト。ヤッヤッヤッ。鉄拳やる前に3000円ぐらい両替しとけや。ええんじゃねえっつってんだろ。Perfect. みんなと同じ普通のプレイヤーです、僕は。Round two. なんでいきなり切れてんだよ俺。Fight. いくらも使わないでいいんですよ。鉄拳強くなりたいとか言って、でも100円は高いって文句ばっか言ってる人は結局家でベッドでゴロゴロしながらパズドラとかやってるんでしょ。その時間フレームの勉強すればいいでしょ。 YouTube で動画見て動画生してイメージトレーニングすれば鉄拳は強くなりますよ。パズドラのハートが回復したらパズドラやってんでしょ。それはダメだ。それで2位勝とうなんて甘いよ。2位はパズドラなんかやってないだろ。なんとかキャッツアイの猫プロジェクトみたいなのもやってねえだろ。K.O.
今日ラグジャイスイ男。ラウンド4ファイト。これギリギリ間に合わない。目の前で使ったスイープキック、ちょっとだけ遅かったね。2,3 くらい遅かった。パズドラやってなかったら2位に勝てるわ。鉄拳クラッシュ優勝できるね。うーすーうーそんなに減るんだ今パンチラッシュが酒はやて食らう前から、俺はなんでここでいつもこれをやるんだって叫んでましたね。酒はやて食らう前から食らうのを分かっていた。もう完全にバーサスジョセフ・ジョースターでしたね。お前はこれからなぜ俺はここで酒はやてをいつも食らうんだと言うみたいな感じで、なぜ俺はいつもここで酒はやてを食らうんだって言って食らってましたね。ラグジャイスイ男、今のは受け身取ってもダメでしたね。そうだよな、授業中とかいう鉄拳なんもいるんだよな。